んにちは、トミーです。今回は普段から愛用しているカメラ、ソニー Vlog カム ZV-1 を使ってお出かけをしてきました。知り合いの YouTuber さんの動画の画質がとても良くて、 ZV-1 を使用していると聞いたので、1年前くらいに別のカメラから買い替えたんですけど、機械音痴の私でも操作が簡単でかつ綺麗に映るので、今では欠かせない YouTube の相棒です。そんな ZV-1 で撮影した神奈川 Vlog をぜひご覧ください。ではどうぞ。今日はマネージャーと待ち合わせです。いた、ありがとうございます。行きましょう。行きましょう。はい。髪を最近ピンクに染めたので、ずっと言ってたんですよ ね。あ、似合うよ。ちょっと鏡で見てみて。あ、で、かわいい。かわいいね。開いてないんですけどね。開いてないんですけど、開いてないんですけど、勝手に綺麗。今陶芸教室で何作ってるんですか？今はね、花瓶を作ってます。お皿大きめのは1個前。お皿はなんかね、こういうあの器、厚みがあるやつ、高さがあるやつは作ってるけど、うん、平べったいのはね、まだね、段階じゃない、じゃないまだ作らせてもらえない結構いいね、お酒用に。かわいいね。どっちがいいと思った？あ、こっちの帽子かぶり方合ってる、これ私合ってるかな？合ってますよ。こちらが仕込み蔵の入り口でございます。こちらちょっと非公開になっておりますので、中には入れないんですが、日本酒のメインブランドでございます。蔵元料理天聖というのはまた別のレストランになるんですが、日本酒のメインブランドが日本天聖、まあ、今日のような天の青さをイメージした涼やかで袋に満ちた日本酒を、お作りしております。天聖ガッパってさっきパンフレットに書いてあるんですね、はい。いかにもなんか島手さん、うん、トミちゃんは何のお酒が、うん、でも普段はマウロンハイとレモンサワーとかが多いんですけど、サワー系。そうだね。あともうお茶割り、うん、あ、お茶割り飲んでるイメージ。お茶割りいつもコーン茶ハイ大好きでもなんか最近確かにビール飲むこと増えたかも。おクラフトビール行きたいですね。もっとビールを好きになろうと思う。そうですね、行きたい。カマン、カマン、あ、すごい。ビールを飲んだりしながら、まあ、ピザが、ね、ピザがね、日本酒のタンクをカットした、まあ、蔵元らしいピザがすごい、なんかこの
ちゃんとね、ちゃんとじゃん、久しぶりに見たね。ご利益がね。上もあるよ。ね。こちらは富士山です。木がちょっと邪魔で、ちょうど隠れてる。見て、ちょうど飛行機雲が。あ、すごい。発光したらいいんだ。煙突。煙突見えるかな。映って、なさちゃん。ご飯です。お腹空いた。私もトミちゃんも朝ごはんを見えてきました。めちゃめちゃ食べたいから。あ、マルゲリータがいい。マルゲリータとパスタもなんかシェアする。そうしました。ペペロンチーノかトマト。トマト食べ、え、全然ブツじゃなければ。じゃトマトがいい。じゃトマトとマルゲリータとシーザー食べたい。そうしました。もう決まりました。もう決まりました。早い。マリセっていうのはさつまいもとゴルゴンゾーラチーズのマッシュでございます。ピルスナーのショートグラスでございます。はい。ビールからいただきます。乾杯。はい。カルトだ。美味しい。で焼いたマルゲリータです。やっぱ震えちゃった。やばいね。ピザって賞味期限あるって知ってた？知らないです。なんか2分、2分とかなんかめっちゃ短いらしい。急いでください、急いでください。賞味期限っていうか一番美味しい、美味しい時間帯というか、めちゃくちゃ急かされてる。トミちゃんやったかな。どうぞ。ありがとうございます。早かった。さ、いただきます。すぐに。やばいね、お餅だって。塩パンを買いました。お土産に持って帰ります。では突然のおコーデ紹介です。今日はカラフルに、なんかはブルーのニットを着ています。ここがスリットになっていて、あ、かわいいですよね。とブルーとピンクを合わせました。今日は寒いのでバブアのコートを着てランを取っています。最近はこれ結構よく着てお気に入りです。じゃん、かわいいピンクと。この後は海
行っちゃおう。イエイイエイイエイ。海です。茅ヶ崎。前来たのってどこですか？前はさ、どうする？ちょっと波打ち際まで走ってみて。あ、はい。トミよくあるだったでしょうか。今回の動画は Vlog カム ZV-1 を持ってマネージャーと一緒に茅ヶ崎に遊びに行ってきました。すごい久々に癒されてすごい楽しかったです。私1年前くらいから ZV-1 を愛用してるんですけど、正直機械がすごい得意ではなくて操作とかも苦手なんですけど、 ZV-1 は簡単だし、しかも綺麗に動画を撮影できるので初心者の方にすごくおすすめです。で、私普段友達とランチに行ったりとか Vlog 撮ったりする時もこの ZV-1 を持っていくんですけど、自然な表情を撮りたいじゃないですか。だからあんまりカメラでかしこまっちゃうのがすごい好きではなくて、そう、でも ZV-1 は本当に軽いしコンパクトなのでかさばらないし、そういう感じですぐピントがあるので撮影もスムーズにできるのがすごい私はかなりおすすめポイントですね。あとこの Vlog カム ZV-1 のいいところが、女性なら絶対嬉しいと思うんですけど美肌効果がついていて、
例えば朝メイクのりが悪いなって時とかは美肌効果をそう設定していつも助けられてます。そこがすごいおすすめです。で今年の目標はちゃちゃまるも一緒に旅行に連れていくのが目標なので、ちっちゃいね、一緒に行きたいね。旅行 Vlog も楽しみにしていただけたら嬉しいです。編集とかもスマホアプリでできるので、もしこの機会に興味を持ったという方はぜひ Vlog を撮ってみてください。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。では高評価コメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。